ロシアによるウクライナ侵略が開始されて以来、黒海の制海権はロシア海軍に握られている状況で、ウクライナは最大の貿易港であるオデーサ港を事実上封鎖されているため、外貨獲得に重要な小麦の輸出が妨げられ、オデーサ港の倉庫には輸出用小麦が山積みとなっているんだって。ウクライナは2020年の統計で世界第8位の小麦生産国で、輸出においては世界6位で 9.2% のシェアを占めていることに加え、生産量第4位ながら輸出量第1位 20.7% のロシアに対してアメリカをはじめとする西側諸国が経済制裁を課していることで、ロシアが小麦の輸出を止めることが想定されるために世界の小麦市場において品不足に陥りつつあるからな。ウクライナ産やロシア産小麦の輸入に頼っていた各国の奪い合いによる価格の高騰が激しくなっているもんね。このままウクライナ産小麦の輸出が滞り、ロシアが小麦を輸出できない状況が長期間続いた場合、小麦の価格高騰のみならず、食料危機に陥る可能性を否定できず、アメリカのバイデン政権は頭を痛めているようだぜ。そうだね。物価の上昇は国民に一番直接影響する部分だからね。さて今回はロシア軍による黒海の海上鎖解除のために対艦ミサイル供与を検討していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。黒海を事実上封鎖しているロシア海軍黒海艦隊は、4月13日に旗艦のミサイル巡洋艦モスクワをウクライナによる地対艦ミサイル攻撃で失ったほか数隻の艦艇に被害が出ているものの、潜水艦も含めると未だに20隻程度の戦闘艦を保有しているよ。しかし、それに対抗すべくウクライナ海軍は悲惨としか言いようのない状況で、ソ連崩壊後にソ連海軍でウクライナ領内に駐屯していた水上艦艇や潜水艦などを、ロシアと二部して受け継ぎ保有していたものの維持するための予算を確保できず、建造中であった空母バリアーグを中国に売却したほか現在は中国海軍空母遼寧として収益中、艦艇の全減を行ったばかりか残存艦艇のメンテナンスすらできない状況だったみたい。また、ウクライナ海軍の虎のことも言うべき、ミサイル巡洋艦モスクワの同型艦であるウクライナについても、建造中のまま海外への売却が決定されたり、建造を進める決定がされたりと二転三転していて2022年時点でも未完成のままとなっているよ。2011年になってようやく戦力維持の方針が打ち出され、いくつかの艦艇の修理が進められ定期的な検査オーバーホールを実施するようになったほか、潜水艦やコルベットの新規建造が計画されたんだけど、2014年にロシアにクリミア半島を奪われ、司令部のあったセバストポリ軍港が陸上からロシア軍に占領されてしまったよね。セバストポリに経由されていた艦艇すべてが港を閉塞された上で制圧されており、その時点で地中海に出動していたフリゲート艦ヘイチマンサハイダーチュヌイを除く全主要艦艇がロシア軍に接収され、ウクライナ海軍の戦闘艦はフリゲート1隻、コルベット1隻、ミサイル艇1隻だけとなり、事実上消滅とされる事態に陥っているため、独力でロシア黒海艦隊を排除してオデーサ港封鎖を解除することができないんだ。バイデン政権としては、このままロシア海軍によるオデーサ港封鎖が続くことで、ウクライナ経済が疲弊するだけでなく世界が食糧危機に陥ることを防ぐために、ウクライナが黒海艦隊を攻撃するための新型対艦ミサイルの供与を検討していることが明らかにされたってわけ。これまでアメリカやイギリスなど NATO 加盟国諸国から携帯型対戦車ミサイルジャベリンや、地対空ミサイルスティンガーなどの米国製兵器の供与を受けていたウクライナ政府は、さらに高性能な新型兵器の供与を望んでおり、その中には黒海上のロシア艦隊を攻撃することが可能な長距離対艦ミサイルロラズムも含まれているとされているぜ。各国からの手厚い後押しがあって、ウクライナは前線することができているよね。もちろん、ウクライナが一致団結してるっていう士気の高さも大きいよ。そうだね。今回のウクライナ侵略において、ジャベリンなどの他にもトルコ製無人航空機バイラクタル TB2 など、その有用性が実戦において確認されていて、さながら新型兵器の見本市の様相を見せており、それらを開発した軍需産業には大きなメリットであるとする見方がある一方で、ウクライナ兵に新型兵器の操作訓練に時間を要することや、供与に対してロシアが反発し戦争がさらにエスカレートする可能性、さらには最新の兵器がロシア軍に露覚される恐れがあることなどの懸念があり、過度な新兵器の供与は控えるべきとする見方も出ているよ。確かにいたずらに新兵器を投入して戦いが激化するのは避けたいよね。これ以上の犠牲は避けたいし、一刻も早く終わってほしいと思うよ。本当にその通りだね。そのような状況においてアメリカ政府高官や議会関係者などから、アメリカ軍が運用しているハープーンと、ノルウェーが開発してアメリカのレイセオン社が共同提案して採用された MSN を、ウクライナに供与することが検討されていることが明らかとなり、
アメリカのみならずこれらの対艦ミサイルを運用しているヨーロッパの同盟国から供与することも検討されているみたい。ただし、アメリカ軍が運用しているハープーンは、艦対艦 SSM 型の RGM-84、潜水艦発射型 USM の UGM-84、空対艦 ASM 型の AGM-84 であり、地上発射型がないため、ウクライナ軍に供与するには AGM-84 を、ウクライナ空軍機に搭載するための改修が必要となるんだけど、これは時間がかかるためデンマーク軍と韓国軍が開発している地上発射型ハープーンを供与するのが現実的と見られているんだ。また、MSN は射程が 250km とハープーンよりも長く、艦対艦型の他に様々な発射プラットフォーム用のバリエーションが開発されており、ポーランド海軍では車載化して地対艦ミサイルとして運用されているなど、北大西洋条約機構NATO諸国から地対艦型の供与が可能であり、ハープーンより早期に供与できる可能性が高く、開発元のノルウェーは供与に前向きであるとされているよ。なお、アメリカ海兵隊では MSN を無人発射車両に搭載したネメシスの開発が進められており、小型化によって輸送ヘリコプターなどでの空輸が可能で、ウクライナに供与するには最適な新兵器であるが、海兵隊への実戦配備もまだ先の話であり今回の供与候補には挙げられていないと見られているぜ。アメリカのシンクタンクであるハドソン研究所のブライアン・クラーク氏によると、射程 100km 以上の対艦ミサイルを、1から2ダース12から24機ほど黒海沿岸に配備することで、ロシア黒海艦隊には脅威となり、封鎖を解除する可能性があるとした上で、もし封鎖を続けたとしても、オデーサに接近するロシア艦艇を黒海に葬り去ることが可能となると述べているよ。ただ、これらのロラズムをウクライナに供与することに前向きな国では、供与したミサイルによってロシア艦艇が撃沈された場合のロシアによる報復を懸念する声があり、バイデン政権としてはそれらへの対策を協議する必要があるね。それじゃあ今回はこの辺で。それでは次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、乾杯についてだよ。乾杯ないんてここ2年ぐらいしてないぜ。確かにこのご時世なかなかご飯に食べ行きづらいもんね。でも今はマスクの緩和や、会食の緩和でどんどん乾杯できるチャンスがあるよね。確かにね。で、その乾杯なんだけどいつからあるか知ってるかな？なんか、結構昔からあるイメージはあるけど、いつからあったかまではわからないな。そうだよね。今ではおめでたい時や、会食なんかの時に最初に交わすんだけど、昔は違う意味で乾杯されていたんだ。え、ならどういう意図でされていたんだ？それはね、なんと毒が入っていないか確認するためにグラスをぶつけて乾杯してたそうだよ。え、毒だなんて物騒じゃないか。お酒の席ってどうしても気が緩んでしまって警戒心が溶けてしまうよね。だから、酒の席の暗殺がよく横行していたんだ。そこで、グラスを勢いよく飲み物を飛ばすことでお互いの飲み物に入れ、それをお互いが飲むことで、毒が入っていないか確認していたそうだよ。なんか勢いよくすることで、グラスが割れちゃったりしちゃいそうだね。いや、普通に今のガラスのコップなんかじゃないから、割れないだろ。確かに。話戻るけど、そのことから昔の乾杯といえば毒味としての意味合いが強く、これが由来となって乾杯の時にグラスをぶつけるようになったんだって。グラスをぶつけ合ってお酒を飲むことはあなたを信頼していますよという意思表示になり、お酒も入れば楽しくなってコミュニケーションも円滑になるよね。確かにね。なんか、乾杯一つとっても深い歴史があるなんてすごいよね。これから乾杯するときは信頼してるぜって思いながら乾杯することにするよ。この意味知ったら乾杯がより楽しくなって、よりお酒の席が楽しくなるよな。そうだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録も忘れずにね。それじゃまたね。乾杯。乾杯。ルネッサンス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 。